ユズオンリーファンの皆様、こんばんは。羽生結弦は数々の奇跡を生み出し、語り尽くせない感動と賛歎をもたらした中国メディア。2022年の北京オリンピック以来、羽生結弦という名前は中国のファンやメディアの間で波を生み出しています。彼女の才能だけでなく、非常に可愛い羽生結弦もあります。彼の行動はすべて詳細を見逃すことなく、中国及び国際的な記者によって更新されています。中国のポータルサイト探せ狐に4月7日フィギュアスケートの羽生結弦について紹介する記事が掲載された。記事は、彼はスター、芸能人ではないが、スターよりも美しい顔をしている。彼はアイドルではないが、アイドルよりもファンから追いかけられたり、称賛されたりするにふさわしいと称賛。この日本のフィギュアスケート選手は、これまでに数々の奇跡を生み出してきた。彼の活躍は、あらゆる人に国籍による偏見を捨てさせたとした。その上で、1994年12月7日に宮城県仙台市で生まれ、幼い頃から喘息持ちだったもののフィギュアスケートを通じて、徐々に体が強くなっていったことなど、羽生の生い立ちを振り返った。そして、日本では国民的人気を誇り、天皇陛下の長女愛子様さえも、羽生結弦を追いかけていると伝えた。愛子様は、幼い頃からスケートに親しまれ、日本のメディアでは、特に羽生を応援しているとも報じられた。2014年のソチ五輪の後に皇居で行われた茶会に出席した羽生は、当時中学生だった愛子様から預かった質問として、天皇陛下、当時は皇太子から得意なジャンプは何ですかと聞かれ、アクセルジャンプが好きですと答えたことを明かしていた。記事は続いて、羽生が中国国営の中央テレビ CCTV で激賞されたとも紹介。18年、平昌五輪の羽生のフリーの演技で、CCTV 女性アナウンサー解説員のチン・チェンインさんが、中国の声語を用いて、容姿は玉のごとく、姿は松のごとく、優雅さは黄白鳥が驚くがごとく、美しさは龍が泳ぐがごとくと表現したことを挙げ、この名実況は日本でも大きな反響を呼んだとした。さらに、14年の中国杯の直前練習で、中国選手と激突し、流血しながらも出場して、2位に入ったことにも言及し、諦めないとはどういうことか、一生をかけるとはどういうことか、羽生は、自らの行動によって、それを証明し、ファンたちに語り尽くせない感動と、賛嘆をもたらしたと評した。また、力強さがある反面、その優しさも、羽生の魅力をさらに増しているとし、中国の金博士を、ジンボヤンが、表裏に持っていた国旗を正しい向きに直してあげたり、アイスダンス中国代表の柳生、劉新優らと、たびたび仲の良い様子を見せたりしていたことも紹介。弓の弦に落ちた、一枚の羽のように、軽さとしなやかさ、柔らかさと力強さが共存している。まさに、その名前の通りだと伝えた。羽生結弦は、人間の世界では、天使とみなされています。日本にそのような人がいることを光栄に思います。それが日本の誇りであり、最も美しいものです。それに同意しますか？次に、羽生結弦について語る際に、最も有名な中国の新聞の一つについて、次のコメントをしたいと思います。羽生結弦のために、私はスポーツ記者になった中国人記者中国メディアの鳳凰網は、27日、日本人のフィギュアスケート選手、羽生結弦のために、スポーツ記者になったとする、実習生隊号、ダーガンさんの手記を掲載した。以下はその概要。私はおそらく最も運がない記者の一人だろう。フィギュアスケートの会場となった首都体育館には、選手を乗せた車両が出入りするゲートは2つしかない。羽生選手がどちらのゲートを使うかは 50% の確率だ。私は4度トライして全て外れを引いた。同僚が計算したところ、その確率は 6.25% だという。羽生選手本人には会えなかったが、今回私は数人の羽生ファンとコミュニケーションを取ることができた。やきもちを焼く彼氏まで感動させた羽生の演技。20日、エキシビションが終わる前に、私は首都体育館の南ゲートに向かった。遠くに、羽生選手の巨大なボードを掲げた女性が見えた。客観的に言って、羽生選手は、顔立ちがとても整っているという感じではありません。でも、何度も見たくなる。まさに、氷上の貴公子です。一番引きつけられるのは、彼のフィギュアスケートに対する理解と心からの愛。表現力は完璧で、友人に、ユズの芸術への理解度は、採点員を超えてるよねと、冗談で言ったこともあります。2018年2月に行われた、平昌五輪フィギュアスケート男子シングルで、羽生選手は、317.85 点をマークして、66年ぶりの連覇を達成し、無数のファンたちの心を打った。上述の女性母さんも、そのうちの一人だった。平昌五輪の陰陽師の、蔡明が、私が一番好きなプログラムです。芸術的な表現で欠点が全く見当たりませんでした。彼が北京オリンピックに出場すると知った時から、もう嬉しさで胸がいっぱいでした。私がいる町に半月も滞在する。それは春休みを迎える小学生がワクワクする感じと似ていましたと語った。他のファンと違ったのは、彼女の側には彼氏がいたことだった。大会期間中、私はずっとネット上で羽生選手に注目していました。
2月14日のバレンタインデーもずっと羽生選手の動画を見ていたので、彼氏はきっとやきもちを焼いたでしょう。でも彼に羽生選手の以前の試合の動画を見せたら、彼も深く感動していましたと、母さん。自身は当初、会場に応援に来るつもりはなかったというが、彼氏がぜひにと彼女を促し、大きな羽生のポスターまで制作した。しかし、私たちは共にハズレを引き、羽生選手は別のゲートから会場を後にした。現場にいた全てのファンが落胆していた。もちろん母さんも、羽生選手が去った西北ゲートの警備員が、たくさんの人が彼を見送ったよと話すのを聞いた。母さんはいささか安心した様子だった。羽生選手が北京オリンピックに参加してくれて、感謝しています。これだけ多くの人が彼のことを好きですが、彼はそれにふさわしいと思います。羽生選手のすべてが順調で、羽生選手のことが好きな人が毎日楽しく過ごせることを祈っています。そして私の彼氏に改めて感謝します。4A成功ならず、残念ではなく希望。たとえ4回転アクセル、4A を飛べなくても、彼は私の心の中で変わらず、一筋の光のような存在。ファンの人たちがよく、あなたは光ですというように、彼はまさに光なんです。光姉さんに出会ったのは、2月10日、男子フリーの演技当日だった。羽生選手は、夢に見た 4A を完成させることはできなかった。何度も考えた結果、やはり、光姉さんに、羽生が 4A を飛べなかったことへの気持ちを聞いてみることにした。残念という言葉が返ってくることを予想していたが、彼女の言葉からは、そうした感情が感じられなかっただけでなく、逆に、希望に満ち溢れていた。彼がここに来て最高のパフォーマンスを見せてくれたことに私はとても感動しています。彼は光です。どこに行ったとしても彼の光を遮ることはできません。彼女がそう語るのを聞いて私は少し恥ずかしくなった。彼女と比べると自分は器が小さいように感じたのだ。光姉さんが羽生選手を好きになったのは6年前。羽生選手のことを知ったのは彼女にとって幸せなことだった。千人の心の中には、千人のハムレットがいると言われるように、一人一人のファンの目に映る、羽生選手もそれぞれ異なる。光姉さんの目に映る、羽生選手はやる気に満ち溢れ、自分を絶えず超えていく、永遠の負けず嫌い。そんな姿が、ずっと彼女の支えになってきた。光姉さんに目が止まったのは、彼女が小学生の娘を連れて、出待ちをしていたからだ。この子は、私を応援してくれてるんです。私はこの子に、今日は私に付き合ってね。この先、あなたに好きな人ができたら、ママも必ずあなたに付き合って、一緒に見に行ってあげるからと言ったんです。その日は、話をした時間が短くて、彼女の名前も聞けなかった。なぜ、光姉さんと呼ぶのかというと、羽生選手が彼女の光であり、彼女が私と話をするときに、目の中に光を宿していたから、6年間の思いを形に、2022年に大学4年生になった私は、羽生選手の平凡な一ファンに過ぎない。2016年にフィギュアスケートに関するアニメが登場し、そのアニメが好きになった。そして関連情報を検索しているうちに、羽生結弦に行き着いた。私が最初に目にしたプログラムは、ファンたちを最も悲しませた、オペラ座の怪人だった。当時、試合前の6分間練習で中国選手と衝突。双方がひどい怪我を負ったが、共に棄権せずに演技を行った。その試合で、羽生選手は頭に包帯を巻き、8回のジャンプで5回転倒した。転倒はしたものの、なんと1本を除くすべてのジャンプで、回転数は足りていた。最後の転倒で、彼が立てなくなりそうになった時、その一挙手一投足が、すべての人の心を打った。包帯が緩み、血が滲んだが、彼は気づいていないようだった。私が思うに、彼を好きなことに特別な理由はない。ただ、彼の体から、ある種の非常に強い力を感じたから。彼は、辞書の中で、僕が全力で演技しているのを見て、皆さんに少しでも前に進む勇気を持ってもらえたらと書いていた。間違いなく言えるのは、私はその力を感じて、ずっと進んできたということだ。私は、次第に彼のことを友人たちに話すようになった。女子高生だった私たちは、授業の合間の休み時間に集まり、前日の夜に、彼のどんな番組を見たとか、彼のどんな素材を見つけたとかの話をした。2022年に、北京で冬季五輪が開催されることを知ると、私たちは毎日、6年後に思いを馳せるようになった。2022年は、大学4年生よ。私は絶対にすごい記者、実習生になって、彼を取材する。みんなでチケットを買って観戦に行こうよ。いいね、いいね。一番前で見たい。演技が終わったら、プレゼントを投げ入れを深く考えもしないでしていた会話だが、当時の休み時間、私たちは、確かに、こんなおしゃべりをして過ごしていた。高校卒業後、私は、マスメディア学関連の専門を学ぶことができたが、一緒に試合を見に行こうと約束していた友人たちとは、離れ離れになった。加えて突然見舞われた新型コロナ。しかし、それでも記者になって彼を取材するという思いはしっかりと持っていた。資料を調べ、方法を探したものの、対面して取材することは、ほぼ絶望的だと分かった時、私は彼について、少しだけでも記事を書けば、この6年間の期待、への回答を果たしたことになるのではと思うようになった。
そして私は鳳凰毛の実習生になることに成功し、6年間期待し続けた16日間を過ごすことができた。羽生選手に一目会うことは叶わなかったが、彼が中国の熱意を感じてくれたことは分かった。試合後のある取材で、羽生選手は今回の五輪を宝物のような経験と表現した。私にとってもこの時間は同じように宝物のような経験になった。それは私が22年の人生で一度も経験したことがなく、一生忘れられないであろう経験だった。羽生結弦選手、またお会いしましょう。それではまた。今日のビデオにも共感していただけたら、応援をよろしくお願いいたします。皆様のご支持を心から感謝しております。